大事件ですよ。大事件が来ました。僕も愛用していたバシャン、なんと今ね SNS でちょっと結構騒動になってるやん、でちょっとね僕が使ってる商品クラシックワックスが一部該当して、まあ、動画にも上げてるんでちょっと皆さんに報告って形であれなんですけど、まあ、ちょっと成分に誤表記っていうか実際成分がその通り入ってなかったっていうのがあったらしくて、まあ、ちょっといかがなものかなと思って、一応ね返品対応してくれるって、返金対応かしてくれるってことなんで、僕も今してる途中なんですけど、まあ、ちょっと普通に考えるとありえないね、なんかすごいちょっと騙されてる感じになっちゃってるし、まあ、あとこうやってね動画発信してる分、まあ、皆さんにも少なからずね影響を与えたっていう、なんかそんな上からっていうか偉そうには言えないけど、そんな影響力ないから自分ないからあれだけど、まあ、少なからずね僕の動画見てそれをクラシックワックス買ったっていう人もやっぱいると思うんでね、ここはきちんと皆さんに報告しないといけないかなと思いますんで動画撮ってるんですけど、ちょっとね普通に考えてありえないことなんで、まあ、ちょっといろんな人と僕もお話しして、今後どうしていくかっていうのを決めて、まあ、ポリ君とかとも話したんだけど、まあ、今後はねちょっとスパシャン使うのもうやめようかなと思って、で今出してる動画もとりあえずちょっとどこまでが本当か嘘かっていうのもやっぱちょっと分かんなくて、ちょっと信用性にね欠けることになるから、まあ、一旦ちょっと動画全部削除、洗車動画のに関しては全て削除、この動画を機にもうしていこうかなと思いますんで、まあ、ちょっと市民にねいつも見てくれた皆さんにはちょっと申し訳ないんですけど、一旦削除って形を取りたいと思います。で今後はあれかな、まあ、また洗車シリーズっていうのはまあやっていきたいんで、また違う商品で、やっていきたいかなと思いますんで、まあ、ちょっとこの辺は何を使うかっていうのはポリ君と相談しながらやっていこうかなって思います。まあ、やっぱねそうはいかんと、そうはそれにつきますね。嘘つきダメだもん。いや本当そうだよね。嘘は嫌い。いやなんかさ、なんだろう、実際に言ってることとはあれがちょっと違うっていうんだったら、オーバーに宣伝して、実際使ったら、まあ、こんなもんだったっていうのは、まあそれは営業トークだからまあ100歩譲れるんだけど、自分は明らかに内容成分が違うっていうのはもうこれ詐欺と一緒だから、やってることが、それはやっぱ嫌だよね。でやっぱ皆さんもその嘘つかれた商品って買いたくないよねっていうのがやっぱあると思うんですよ。なんでまあうちのチャンネルとしては一旦動画削除、まあ、結構な被害だけどねうちは。そうだね。そうだって洗車動画って結構いろいろ伸びてるやつもあったから、結構稼ぎ柱っちゃ稼ぎ柱だったからちょっとショックなんだけど自分も、まあ、またちょっと気持ち切り替えて、いつまでもうだうだ言ってても仕方ないんで、まあ、ちょっと切り替えて新しい商品で今後やっていきたいと思います。はい、はい、ということで、まあ、今後はね、まあ、こういう動画なるべく本当は撮りたくないんだけどねこういうのも。そうだね、まあ、でも紹介してる以上ちょっとやんないといけないかなっていう責任感はあるんで、はい、ということです。はい、また次回の動画はね楽しい動画になると思いますんで、ぜひ楽しみにしててください。はい、じゃあ今回以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。